北九州市小倉北区大門にやってきました。今日はどんなイチオシに出会えるんでしょうか。町推しイチオシ調査隊。子育てをする町としてこの辺りいかがですか。いいと思います。すごく、うん、いろんな施設があるので、そして駅が近いのが何より便利じゃないですか。そうですね、はい、でここ快速とかも止まるんで住みやすそう、住みやすそう、ちょうどいい都会感。そうですね。あちらに見えてるのが JR の西小倉駅です。駅を出て歩いてすぐのところに団地があるんです。で団地の1階にここ人形屋さん、ほら立派な兜が見えますよ。子供の日も近いですし行ってみますか。兜のお話とか伺えたら嬉しいんですけどいかがでしょうか。勇ましい兜がずらりと、いよいよですもんね。5月の節句のですね。うーん、こちらは着用になりますね。着用、はい、え5歳ぐらいの子供さんが着れる分です。かっこいい、はい、元気にすくすく育ちますようにということで役を受けていただくっていう、役を受けてくれるから強そうな、はいはい、そうなんですね、兜の方がいろんな武将のものもあったり目移りしてしまうほどです。桃山時代の真田幸村がかぶっていた兜ですね。大河ドラマの、はい、この鯉のぼりも可愛いですね、はい、団地とかで飾れない方にはお部屋飾りとしてとても可愛らしいので人気です ね、 お部屋飾れるタイプ、はい、小倉北区大門で歴史ある立派な人形店を見つけました。